まずは先日行われたアジア最大級のミセスコンテスト、ミセスオブザイヤー2022ジャパンファイナル。愛と感謝にあふれたかっこいい女性になろうをコンセプトに、人生にストーリーを持った輝く女性たちの生き様がここに。これまでのミスコンとは一線を画すイベント。全国47都道府県の予選を勝ち抜き、見事グランプリに輝いたのは滝沢美穂さん。感謝って言葉を出すだけでもう常に涙が出てしまうほど、もうなんか涙腺が崩壊しているような形だったんですけれど、でも今日グランプリをいただけて、こうして笑顔で迎えられることを大変嬉しく思います。そしてイベントのオーガナイザー西村さんからファイナリストたちにエールが。女性とは世界で最大の未開拓の可能性をたくさん秘めた宝庫でございます。自分自身にリミットを作らず、エイジレスに、ボーダーレスに、ジェンダーレスにチャレンジをし続けるミセスオブザイヤーが美しいとする姿は、完成されたパーフェクトな美しさではございません。目標に向かって無我夢中で進む行動する美しさ、行動の美です。そのことをファイナリストたちは教えてくださいました。新しい時代に新しい美しさの形を、アジア最大級のミセスコンテストとして今後も大注目です。